お客様待ちのタクシーの運転手さんもこんにちは。そしてバスの皆様もお疲れ様。田中康夫です。あ、そっち、はい、田中康夫でございます。共同は駅の南口の方にパクチーを全部使った料理を作るお店があって、そこに行くのか訪れたことがあります。田中康夫です。長野県の知事になるまで同じ世田谷の轟1丁目と深沢4丁目に住んでいた田中康夫です。今皆様に私どものブルーのお揃いのポロシャツを着たスタッフがこの丸い形の私の政権4つの約束を書いた内容をお渡しをしております。ぜひお手に取ってご覧ください。そこにホームページも書いてございます。ホームページにはこの共同だけでなく、今まで銀座であったり、あるいは恵比寿であったり、あるいは北千住であったり、多摩センターであったり、いろんなところで行いました私の演説が全部、映像でご覧いただくことができます。さらにお時間がない方のために文字で起こしたページもございますので、どうぞご覧ください。田中康夫です。ありがとうございます。ではこの7つの公約の中からいくつかをお話をしようと思います。ありがとうございます。小田急バスの方もありがとうございます。皆さん今ね、税金また消費税はしばらく上げませんなんて言ってるけど、どうせいつ上げるのか分からない。古今東西税金を上げて経済成長した国はないんです、ローマ帝国の昔から。ですから私は前に衆議院議員をやった時の代表質問で、古今東西増税で景気浮揚した国はないって申し上げました。それは大切なことで、その上でね、皆さん今言われてるのは税金を上げないと福祉が維持できませんって言ってるんだよね。新聞に至るまで税金上げないと福祉が低下します。税金上げた後だって皆さんの年金であったり、あるいは医療だったり低下してるんです。大事なことは皆さん、福祉も日本では箱物行政なんです。おじいちゃんおばあちゃんのデイサービスの建物、いまだに新築でしかも4000万円以上の立派な建物を作らないと国は補助をしないんです。4000万円以上の立派なデイサービスの建物を作ると3000万円も補助するんです。だから皆さんの本籍地がある郷里に行かれると、集落から離れたところに大きな農業団体や大きな建設会社の関連会社がやっているデイサービスが出来上がってるんです。でね、私は信州長野県の知事になった時に、東京もね、多分オリンピック4年後にやったら大赤字ですよ、箱物いっぱい作るんだから。長野県もそうだった。で、長野県は私が知事になった時には1日の利息の返済だけで1億4800万円もあったんですよ。利息の返済だけで、だから元本ちっとも減らない。利息だけ1日1億4800万円過払い請求のように払ってた。そこで県民の協力を得て6年連続全国47都道府県で唯一借金を減らしました。7年度連続全国46都道府県で唯一毎年の収支を黒字化しました。でもそれは皆さんのお家の家計だって会社だって当たり前のことなんです。行政は潰れないと思ってるから借金をしてる。それが国全体もそうで1000兆円の借金になります。で、税金上げないと福祉が維持できないって言うんだけど、先ほど言ったようにデイサービスの建物、新築で4000万円の建物を作らないと補助をしないというのが国の制度でね、この東京も皆さんマンションの空き部屋も含めて 12% の空き家があるんです。東京ですら。私は長野県で財政の再建をしながら、じゃあそんな4000万円の建物を作るとこ3000万円補助する国は、でもその 30% は県が負担するから900万円も一箇所負担してたんです。そこで私は商店街の空いたお家、集落の空いたお家、こういったところを台所を防火にするのは500万円くらいかかる。その方が逆に900万円払うよりも安上がり。1年半かけてデイサービスができる前にわずか 2,3 週間でお家を直せばできる。これを100箇所貼りました。100箇所できた時にある女性の職員が、長野県は女性の働く率が最も高いからデイサービスに保育士の人を一緒に配置しましょうよって言ったの。なんでって言ったら、いや、
近所のお孫さん世代が一緒にデイサービスのおじいちゃんおばあちゃんと一緒にお昼ご飯食べてお昼寝すればお互いの元気のもとがもらえる。これを長野県では350箇所、国が微大一文出さないけど県独自で財政再建をしながら作りました。大体平均500万円のお金を出して、これを宅養老女って名付けました。自宅の宅に幼児のように老人の老にところです。国に私も衆議院議員になった時に制度化させたんだけど、未だに統一したパンフレットがないの。私の力不足もあるけど、それはなぜかって言ったら厚労省が縦割り行政だからです。老人の部分は老健局って老人の健康って書く部署。乳幼児のことはこんなに子育てが大事だって安倍さんも言ってるのに、扱ってる部署は雇用均等児童家庭局って言うんですよ。子供の話の前に雇用の問題がついてる部署なんですよ。だからこれをきちんと横串を足して一緒に、だって箱をどんどん作るんじゃなくて、今ある建物を職人立ってると微妙に皆様の顔、私がこっちに動くとまた動いちゃう。大丈夫？平気です。よろしくお願いします。箱を作るんじゃなくて今あるものを活用して直す、守る、そして創造の作るにする必要があると思った。もう一個だけちょっと保育の話をしたいと思います。皆さんはこの間お隣の杉並区で保育所の施設の敷地がないんで、おじいちゃんおばあちゃんがゲートボールしていた公園を半分潰して保育所を作るってのやってたね。でテレビで散々やっておじいちゃんも困ってるとね、待機児童いるお母さんもいいのかなって言ってると。でこれは地域の人がゆっくりじっくり話して住民合意を得てて、そんなことしてたら子供が9歳10歳になっちゃいますよ。おじいちゃんおばあちゃんもっと年取っちゃいますよ。なんでそういう発想かと、新しく作んなきゃいけないって思ってるから。今言ったように 12% 空き家があるんです。それを活用するということが大事なことです。そしてね、2番目に書いたのは保育ママ。今ね、日本にはご存知ですか、保育士の資格を持ってるけど働いてない人が68万人もいます。なぜか働きたくないからじゃない、確かに待遇が悪いというせいもあるかも。でももう一つは自分も子供を授かった、4歳になった、保育士だったから保育所に入れようと思って抽選会に行ったら外れちゃった、待機児童になっちゃった、だから働けない。で実際に働くとなればまだ子供がいるのに朝7時から夜8時まで、じゃあ皆さんの仕事より時間が楽っていうかもしれないけど大変な肉体を使ってしまう。でもね、フランスではどういうのをやってるかっていうと、子育て経験のある人が国が60時間をやる講習を受けて資格を取ると、近所のお子さんを最大3人まで自宅でお預かりできるんです。その代わり各自治体には保育センターがあって、そこの人が常に指導している。そしてその3人まで地域のお子さんを預かった人に国が税金できちんとお金を出してるんです。日本にいるその68万人もの潜在保育士だって、自分の家で自分の子供プラス2人近所のお子さん預かれるんだったらできる。まあ週5日6日は無理だって言うんだったら3日、その代わりに歩いて15分のところに子育て経験があったり保育士の人が68万人もいるんだからいらっしゃる。その人が半分預かる。これが地域のコミュニティになります。なんでこんなことを話を同時にするかっていうと、東京は今まあオリンピックがあるっていうんで、まあ有頂天になってる人たちがいる。でも2020年オリンピックが開かれるときに東京も人口が減少していくんです。今までは秋田県や島根県の話だと思ってた。でもそういったところには消防団があったりコミュニティがある。斜め向かいの独居のおばあちゃんは少し耳が遠くて足が不自由だから地震が起きたら一緒に救わなきゃ、共同はまだあるかもしれない。湾岸部の30階建てのマンションできたところはエレベーターで顔があったってコミュニティはないですよ。と逆に東京はオリンピックで多分大借金を抱えて宴の後で限界集落になってくる。なんで今回私が参議院選でとか、さっきもね、なんで知事選に出ない人って人がいたの。知事選は大きな目標ね、まあオリンピックもっと取らって、大体8月のそんな暑い時にアメリカでテレビを放映するためにオリンピックやるってのがほぼクレイジーでしょう。なんで体育の日の10月10日の頃にやらないのよ。みんな結局アメリカで8月はね、バスケットやサッカーはまだ野球やゴルフのトーナメントがないからそこでやるって話なの。
日本の会社がいっぱいお金出してオリンピックやるのに、アメリカのために8月の暑い時マラソンでどれだけの人が倒れるんだってことよ、沿道でおじいちゃんおばあちゃんも。でそこまで直せんだったらいいけど、多分森喜朗さんが一生懸命考えたことがうまくいかないことみんな責任をつけられるから、いや別にそういうことじゃなくて、今私が東京がやんなきゃいけないのはオリンピックって大きな目標、それは結構よ、だけどそこで有頂天になってんじゃなくて、オリンピックが開かれた時に人口が減少するんだから、地に足をつけた皆さんのコミュニティの福祉や医療や教育をもう一回私が信州で新築のものを作るんじゃなくて、商店街のああいったところを使ってデイサービスと保育と一緒にしたり、あるいは小学校30人学級6年生まで談合続きな入札を変えて行ったこととか、障害者の福祉とか、そうした地に足をつけたことを私は国の制度を使ってやっぱ東京はやらなきゃいけないと思ってんです。東京は多分大借金抱えて、その後私も長野県大借金でどうにもしようもない時に、だってそれまで行政経験私はなかったんですから、まあテレビやラジオで言いたい放題言ってて原稿書いてたかもしれないけど、あとは毎日女の子とデートしてた人を雇ったから、多分行き詰まらないと私みたいな人は使い道がないと長野も思ったんで、東京ももしかしたらそうかもしれない、まあそれは先の話で、この中でね、まあいろんなことを書きました。動物の殺処分をゼロにしよう、神奈川県がやれてるのになるんですね。一番下、あ、6番目に書いたのが平和的予備役って私書きました。私前からね、なんか今回の選挙で急にサンダーバード対応日本に作ろうって言ってる人がいて、私が言った2009年とか2007年から言ってることを急に言い出した人がいるんだけど、候補者で、まあクリエイティブコモンスからいいんだけど、私は平和的予備役ってのは人が人を救いに行く、軍事的予備役は人が人を殺しに行く軍事的予備役です。この間の熊本の地震、皆さん水道管が破裂したね、直してる水道業者も被災者ですよ。もしかしたら東京にいる水道業の資格を持った人が60、70で手伝いに行きたいって思った人いるかもしれない。でも役所に電話したって全員は自分が手伝いたいと思ったってそんなチームは作れない。私はそういう水道だったりガスだったり電気だけじゃなくて、いろんな技術を持ってる人たちを平和的予備役で登録してもらおうと。東京だけじゃない、名古屋だって地震が起きるかもしれない。その時にやっぱり人が人を殺しに行くんじゃなくて、人が人を救いに行く平和的予備役、その代わりにそこまでの飛行機や車が国は出しますと。宿泊場所も作るかもしれないけど、あとボランティアでやっていただく。でこれは私は同時に世界的にやるべきだと思ってるんですよ、日本が。というのは皆さん、ペルーでほら昔ペルーの大使館でクリスマスに日本がどっちゃん騒ぎしてたら、トゥパク・アマルっていうテロリスト、それはあまりに貧富の差があったからなんだけど、テロリストが占拠したじゃないですか。でもあの時ペルーは全員日本の人を救ってくれたんだよね。その数年後ペルーで大地震がありました。世界遺産の土地価格まで行く道路は寸断されて、水道も全部破裂した。その時日本がやったことは何をやったかって、マイアミから大使館員が使わないで、マイアミから毛布かなんかをいっぱい飛行機に乗っけて、そしてありがとう、ペルーのリマの空港で受け取って政府に届けたのは、この間バングラデシュで殺されてしまったジャイカの人なんですよ。でもね、私はその時思ったのは、まだ知事になる前でしたけど、日本の水道業者の人が行く、道路を直す人が政府専用機で行く、地域価格まで行く道路が半年かかると言われたのが3ヶ月で直ったら、水道が1ヶ月かかるっていうのが2週間で止まったから、それは昔トルコの人がトルコの船が和歌山沖で沈没した時に救ってくれたってのと同じように、日本は信頼できる国ってことでしょ。ましてやペルーは皆さんブラジルと同じように日本が貧しかったから移民をして、そこで一生懸命国庫弁礼して成功した人もいる国だ。私はそういう人が人を救う平和的予備役というものを日本が作ることが、多分無謀な戦争をした国が世界から危ない国だと思われないことだなって思ってます。そんなことも書いてある。一番下に乳幼児から大学までの教育の完全無償化っていうのを書きました。これは今回私は国政政党大阪維新の会の公認を受けてます。朝もね、町田の駅でまあ7時から11時半まで4時間半でうちのスタッフがいて3800人もチラシ取ってくれたんだけどさ、駅の時間で、まあ、今こうやってマイク出してますけど、私は基本的に9時半までマイク使わないの。
他の人ってほら8時からマイク使えるようになると急に車からガラッてやる。皆さんまさに1分1秒1歳というのでさ、ガラッてうんだらかんだらだってほとんどカラオケ大会やってるような政党じゃないですか。で私はこうやって静かにチラシどうぞ急いでるのに本当に取りに来てくださる方がいるとありがたいなと思います。でね、何を言ったかっていうと、その時も大阪維新の会とヤッシーと全然考え違うんじゃないのっていう人がいたの。ぜひホームページを見ていただきたい。ホームページに憲法9条大阪維新そして田中康夫っていうコーナーがあります。実はね、私も5月の連休になんか東京の参院選出ないって下地幹雄さんっていう、まあ、昔から知ってる国会議員に言われたの。俺と考え違うでしょって言ったら、大阪維新の会は去年の安保法案反対してんだよって言われて、そうなのって言って話を聞いて、この間選挙中に秋葉原で若者との公開討論があったの。松井一郎さんって代表が来たんだ、何はと思う。彼にね、憲法どう思いますかって若者から質問が出たの。自民党の憲法案って大阪維新って自民党の補完勢力ってみんな新聞が書いてるけどどう思いますかって彼は、憲法っていうのは国民の内物でだけじゃなくて国民の権利をきちんと守るためのものなのに、自民党の改憲案はなんか家族とか個人、家族とか伝統とか国民に義務をつける、価値観を完全に押し付ける内容だから僕は反対だよって言ったの。翌日の新聞書くかと思ったの。読売新聞や産経新聞はこの裏切り者って書くかと思ったら書いてなかった。東京新聞や毎日新聞はようやっと君たちも分かったかって書くかと思ったら何も書いてなかったの。憲法を私たちがなんで3つ出したの。1個は憲法裁判所を作りましょう。ヨーロッパはみんなそう。冷静な場で憲法の話をしましょう。国会の場じゃなくて。もう1個は統治機構改革。これは長野でも私はやってきた。中央集権と既得権益の打破。大阪の財政破綻になった中にそれをやってきた。もう1個はこの乳幼児から大学までの教育の完全無償化なんです。この3つなの。今の3番目なんて、社民党や公明党が本当はよく言ってもいい話でしょ。でもなんで言わないと思います。それすると自分たちの背後にある補助金もらってる団体がおまんま食い上げになるからですよ。だから今言われてるのは何ですか。新聞に書いたのが大学の授業料が高すぎるよ。あんな立派なビルばっかり大学作っちゃってね、授業料が高い、親も払えない、子供も払えない、だから意にそのある夜のバイトをしなきゃいけないと女学生がいるって新聞書いてある。でもそれだけで何の答えが書いてある。答えとして言ってるのは奨学金の額を上げましょうとか、奨学金の返済を免除する人を作ってあげましょう。一見聞こえられてる、それは誰がやるんですか。それを認定するのは役人でしょ。裁量行政って言うんですよ、こういうの。そうなったらこの人だけはおめこぼししてくださいって、講演会の会長やってる息子のことを国議員が言うかもしれない。じゃあ奨学金の返済を免除する率を決める機関ができたら、そこは天下りができるでしょ。私がガラス張りのジュース作ったら別にうちの母親が作ってくれたお弁当をみんなにテレビで見せびらかしたかったわけではありません。今うちの妻が毎日朝作ってくれるご飯はインスタグラムっていうのに載せてて、私のフェイスブックやツイッターに載ってますけど、ご飯の話じゃなくてガラス張りというのは包み隠し事がないオープンということです。もう一個大事なことは理にかなっていることだ。みんなが納得できること、全員が同じってことはないかもしれない。少なくとも物事にチャレンジするチャンスがあるフェアってことです。もう一つは私はシンプルだと思う。シンプルってのは単純ってことじゃありません。分かりやすいってことです。今言った大学、乳幼児から大学までの教育完全無償化は一番シンプルな話でしょ。だって憲法26条に教育を受ける権利って書いてある。そしてその下に義務教育はこれを保障とするって書いてある。我々はその義務って言葉を取りましょう。なぜならフィンランドはすでにそうしてますと。それが少子高齢社会の切り札だと分かってるからです。ヨーロッパも他のいくつもの国がそれを検討してるんだ。こういう話をするとね、いやフィンランドと日本は人口が違うっていう人はよく言うの。でもそんなこと言ったら日本で仮にいいことやってても日本より人口が多いアメリカやインドや中国では永遠にできないって話です。
前例がないからこそみんなが望んでることならばやるってことが税金を頂戴してる私はリーダーの役目だって思ってます。でね、この内容今言ったようにこんなにシンプルな内容をやると都合の悪い人たちがいるってこと。でもう一個は私たちの共同代表をしている片山虎之介さんっていうのが党首討論だったの5月18日、まあ、最初に民進党の岡田さんが出てきて次に日本共産党の志位さんが出てきて、で国政政党大阪維新の会、なんで大阪ってついてるかって平仮名なの。札幌ビールは札幌の人しか飲んじゃいけないわけじゃないじゃないですか。札幌のビールうまければ他でも飲んで、長野も私は地域主権の確立と中央集権と既得権益の打破ということでやってきた。大阪も同じことやってきた。平仮名の大阪に彼らがしてるのは聞いたら、つまり大阪が東京に進出したいわけじゃないんだと。それは一つの地域主権ということのキーワードなんだと。同じ頂きを目指してんですよ、私も彼は。皆さんだって同じだと思う。ただいろんな登り方があっていいと思う。一列渋滞で登ってるなんて逆に北朝鮮みたいなもんだ。でその党首討論で安倍さんと与えられた時間が4分だったの。安倍さんいっぱい喋る人だからさ、2分に47秒くらい喋れたらだったらさ、もうなんか1分13秒くらいしかない。でそこで片山さんが言ったことは、増税をして景気が良くなった国なんて歴史上ないんだからやめましょう。もうこれは当たり前。次に言ったのは、9条を今変える必要なんか本当ない。憲法の良いところは残すんだ。そしてもう一個言ったことは、緊急事態条項を政府はやろうとしてるけど、政府与党はそれは熊本の地震を見てもやる必要はないって言った。緊急事態条項って言葉では多分聞いたと思うけど、テレビがあんまり優しく説明してないんで説明します。緊急事態条項ってのは時の権力者がこれは緊急事態だと世の中かということになると、憲法よりも国会よりも時の権力者の判断で物事が全部決まるってのが緊急事態条項です。戒厳令を引いてるってのです。じゃあ緊急事態条項をいつやめるかってのは、それも時の権力者が決めるってことなんです。フランスもそういうのを今作ろうとして、フランスの議会や国民が猛反対をして、今のオランドさんという実は社会党の人なのにね、それを考えたんですよ、テロがあったからって。でもそれはテロは痛ましいことだし、あっちゃいけない。でも緊急事態条項なんて、そんなことになったらそれこそ朝鮮半島の北側の国と同じじゃないですか。だから私たちは憲法が国民の権利を語るものなのに国民の義務を語っちゃいけないって明確に言ってる。それヤッシーと同じでね、この内容を乳幼児から大学までの教育完全無償化の義務教育の義務を取りましょうったら、ある若いね憲法学者が言った。そんなのは法律で決めることだと。皆さん法律で政権交代の時にチルドレンファーストって言ったんだよ。今はない民主党の人は安倍さんになったら全部それ変わっちゃったんだよ。そうじゃなくて、私たちは本当に国民の教育を受ける権利、全員東大に入る必要なんかない。スポーツができる人も物理ができる人も音楽が得意な人も、それぞれの適性に応じてきちんと教育が受けられるということをより明確化しましょうってことなんです。でもこの義務って言葉を取ります。3つしか出してないの我々なのに、この3つの憲法裁判所と統治機構改革と義務教育だけじゃなくて、義務を取って乳幼児から大学までの教育完全無償化、この3つだけ憲法を変えましょうっていうと改憲派って言われてるのに。でもね、多分ここに書いてあることって社民党が言ってることと同じだよ。でも今まで言ってこなかったんだよ。私たちはその護憲とか改憲とかレッテル貼りをしてるけれども、メディアはそうじゃなくて、だって法律だって至らなさは改むるにしくはなしで、法律、まあ、まあますます皆さんが息苦しくなるようなろくでもない法律もあるけどね、例えばあの C 型肝炎とかトンネル人肺とかそういう人を救いましょうと、そういう法律は至らない点を改めるわけじゃないですか。だから私たちは、私は基本的に9条はそのままって人でも、ずっとそれを言ってきた人たちはずっと防戦一方で押されてたんじゃないですか。そして今は一強多弱ですよ、政党が。でも今皆さんが感じてるのは、自民党の中も一強多弱になってないのかだってことですよ。皆さんの中に多分自民党に投票したことがある人はいると思う。でも自民党の中に昔はいろんな意見があったじゃない。
今野田聖子さんまで黙っちゃって、村上誠一郎さんがたまに言うくらいだよ。なのに他の人たちはそれに賛成か反対も言わない。その一強多弱って変でしょ。でも今までの選挙ではずっとその体制を私たちは選んできちゃったんだよ。ただ私はここでテコの原理が必要だと思うの。今廃止しましょうとか反対しますとだけ言ってるけど、やっぱり次の日本がどうなるのか、オリンピック開かれる年に東京も人口が減っていくときにどうするのか、具体的なアイデア、それが私は税金を4000万も使ってデイサービスや保育所を作るんじゃなくて、こういう宅養老所を作りましょうってことを信州でやってきただけじゃなくて、これは日本全体同じ発想で福祉だけじゃなくてやりましょうってこと。そしてね、私たちはこの3つ出してんだ。なんか改憲勢力って言われてんだけど、じゃあ憲法の話しましょうって、私たちはこの3つ飲みますかって言いますよ。多分飲みませんよ。だって特に一番下の乳幼児から大学までの教育完全無償化やったら、いろんな補助金団体は潰れちゃうもん。おまんま食い上げだもん。そしてさっき言ったように松井一郎代表は、自民党の改憲案は個人の価値観を国家の価値観に押し付けるものだから自民党改憲案反対だって選挙期間中に言ったんだから。党首討論会って私も衆議院時代に代表質問本会議とか予算委員会とあったけど、党首討論は上とか下じゃないけど、それより党の意見でしょう。そこで9条変えない、緊急事態条項不要、良いところは残すって言ってんだもん。まあ中にはそうじゃないこと言ってるな議員もいるけど、そんなこと言ったら民主党だってそうだよ。皆さん、私は民進党がここだけの話だけれどもって何度か言ったけど、安倍さんの補完勢力だと思う。だって曲がりなりにも政権交代した立役者の小沢一郎さんと鳩山由紀夫さんをいろいろ意見あるにしても粛清したんだよ、連合赤軍みたいに。そして政権転落の永久戦犯の野田佳彦さんと野田佳彦さんと菅直人さんが未だにのうのうと生きてんだよ。東芝だってあんな不正経理やって居残りたいって言った役人はみんないなくなったじゃないですか。そして安倍さん以上に安倍さん的な国家間の人が中にいるんだよ。だから私は一強多弱をずっと維持してるのは、残念ながら補完勢力は我々じゃなくて民進党じゃないかなってちょっと思ってる。だから我々はテコの原理で、じゃあ我々のこの3つ飲むんですか、同じ土俵に乗った時、ただ今反対って言ってるだけじゃなくて、土俵に乗るのは怖いかもしれない。でも田中康夫ってのは皆さんご存知のように長いものにまくれない人だから、私はみんなのためになると思えばやるよ。私が知事3期目目指した時に、落選した時に朝日新聞が社説でこう書いてくれたの、大人になれなかった知事って。でも共産党だって自民党の政権が出した法案が皆さんのためになるとか、随分賛成してんだよ。それは談合じゃないでしょ、国民益ですよ、国家益じゃなくて。私は議会が言ってきたことだっていいと思えばやった。でも譲れない、談合を作る、あるいは外郭団体を統廃合をするなんてのを私はした。でもそれが大人になれないってことだったら、長いものに巻かれろって話だ。私はそういうメディアはちょっと違うと思ってる、個々の記者がいい人がいても。だから話を戻すと、じゃあ自民党の改憲は我々反対だ、我々の案も伸びません、じゃあそこで中ブラリンになるでしょ。でもそうじゃなかったら、必ず代替案出せ代替案出せって不毛な議論だ。そして一強多弱だもん。私たちはその意味で言うと、新しい皆さんの国民益に根ざしたことを目指していると思います。なぜなら我々の背後には大きな労働組合も、大きな上場企業も、大きな宗教団体もないからです。そして私たちは企業団体献金を一切受けてません、まあ、私もずっと受けてきてないけど、社長が個人で、あるいは新入社員が個人で献金するのはいいのよ。でも会社が献金するのは経費だもん、腹が痛くもなくて お付き合いしてるだけだ。献金した後いい意味でこれ違うでしょって言えないでしょ。あのふるさと納税ってのは菅、今官房長官の菅さんが、私が名古屋でやった仕組みがあって、それを国でやろうって考えたんだけど、あれだって本当は自分のじいちゃんの墓のある村はいい介護をやってると、在宅介護、じゃあ税金ちょっと納めよう、自分の好きな海をすごい保護してる村だから寄付しようということだったはずなのに、今やたくさん物くれるところにふるさと納税すると本末転倒になってるけどね。だからもう一回言うと、企業団体献金を廃止して個人献金にするってことが
それは自腹を使えばやっぱりそこのやってることはどうかって見るようになるってことです。でも他は何もどこも言わないんだよ。まあイデオロギー的にそうじゃないところは企業の献金はいかないって言うけど、団体献金とか組合献金はいけないとは言ってないからね。私たちはやっぱり一人一人の人間に根ざした政治でなければいつまでも組織の都合だと、先ほど言ったデイサービスも4000万円の立派な建物を作れば3000万を補助するから、皆さんのご主人の実家のあるところに行くと大きな農業団体や大きな建設会社が山里離れた遊休地のところにデイサービス作って、そこまでバスに行ってるわけでしょ。やっぱり先ほど言ったフランスの保育ママのように保育団体にお金を落とすんじゃない。だって日本で認定こども園と幼保一元化、幼稚園と保育園の垣根を取ります、10年前に言ったんです。金や太鼓で未だに1400しかできてないんですよ。それは結局組織のための保育や教育になってるからでしょう。子供のためや親のため考えたら幼保一元化はもっと起きてもいいんだ。だから私は幼保一元化の前に宅養老所や老保一元化って言ってます。まあちょっと青臭いかもしれない、でもやっぱり私は今のような日本がなんか流れに流されてっちゃう時に、私たちは政党としては野党では3番目の数です。でもこの数がもうちょっと増えれば法案を提出することができるんです。法案を提出すれば、今までは国政政党大阪維新の会で法案出せないから他の野党に出しましょうよって言うと、いやって言ってたわけ。我々国政政党の大阪維新の会がもうちょっと数が増えると、参議院でもうあと6人増えると法案が出せるんですよ。そうしたら新聞も書かざるを得ない。企業団体献金の廃止って法案を出した時に、他の党は多分それを宙ぶらりんにしますよ。じゃあなんで審議しないんですかって話になる。それは先ほどの憲法のことも同じ。私たちは良い憲法にするってこと、至らなさを改めるにしくはない。でも今起きているのは数の論理の暴走だ。そして東京都庁で起きているのはお金の倫理の暴走です。ぜひこれを皆さんと一緒に変えていきたいと思います。先ほど言ったように我々組織も何にもありません。だからお一人お一人が投票所に行っていただいて、ぜひここに書いてある7つだけでなくて、ホームページで全ての銀座でやったり多摩センターでやったり恵比寿でやったり北千住でやったり、いろんなのが動画で載ってます、文字起こしも載ってます。まあ 100% 意見するなんて夫婦や恋人や親子だってないからね。でも随分の部分当たってるな、合致するなと思ったら、ぜひ田中康夫って名前を書いてください。田中康氏って書くと多分戦艦によっては無効になりますので、くれぐれも気をつけてください。そして比例に関しては維新の会もしできれば書いてください。ある意味では今皆さんお聞きして、大阪維新の会ってそんな憲法官だったって思われると思うんですよ。彼らも言ってきたんだと思う。でもまあ今日ここで聞いてくれたから、私の拙い話でも、そうかって思われる。ある意味じゃ私が行っていることは、彼らが大阪でやってきた改革も長野と全然手法は違うかもしれないけど、少なくともやっぱり国民主権のものを作ろうって発想だった。そしてその部分、その他の法律や憲法のところも同じことです。それを単に義務教育の義務って言葉を歌って教育を完全無償化しましょうってするだけで、これが改憲政党って言われるんだったら、私はむしろ我々こそ真の意味での皆さんのための憲法を守る護憲政党だと私は思ってる。そんな不毛な二項対立じゃないことを、良い意味での是々非々で私たちが社会を良くする、そのことを実現したいと思ってます。みんな一人一人は魅力です。私だって魅力だ。皆さんが勤務している会社のワンマン社長だって全部決められるわけじゃない。でも同じ頂きを目指そうという思いがあれば魅力だけど、決して無力じゃない。今朝も先ほど言ったように町田の駅で7時前から11時くらいまでスタッフもいたけど、3800人もの人がチラシ取ってくれました。うちは動員なんかしてない。今ここで始めた時、ちっちゃなもういなくなったお子さん連れと3人でしたよ。でも皆さんが決してお暇なわけじゃないかもしれない。まあヤッシーの顔ちょっと見てみたいと思った方いるかもしれないけど、こんなに延々とまあヤッシーがね喋ってるのをお聞きいただくっていうのは、もしかしたら皆さんも政治に関心がないわけじゃない、期待してたのに常に裏切られてきたってことでしょう。こんにちは、ありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞお持ちください。もう一枚 お向かいの人にあげて。
頼みます。皆さんが運動員、うちは本当に組織ないから、皆さんがぜひこれ2枚くらい持ってってください。この後私タクシーの運転手さんに配りに行くけど、ぜひお近くの人にも言っていただいて、皆さんと同じ気持ちであるならば、微力だけど無力じゃない、そしてささやかだけど確かなことを7月10日だけではなく、その先も着実にやります。私は長いものにはまかれないという勇気だけはあると思ってます。それを大人になれなかった知事って書いてくれた新聞社もある。朝日新聞ってとこなんだけどね、本当は私のやってることを評価する新聞社かなと思ったら一番厳しかったの。まあ可愛い子には旅をさせようって思ってたのかとか知らねえんだけど、だけど私はある意味ではそれは名誉なセリフだったと思ってます。今長野県は総務省出身の人が知事になって、私が県民と一緒に借金減らしてると今借金がどんどん増える。私は箱物なんか作れないと思って稲荷山養護学校というもう古くなった養護学校をコンクリートで作ろうとしてたのを、私は木で作った方が風になる率も低いと思って県内の木造で2階建ての全部木造の校舎、それが私が唯一6年間で作った箱物です。今ずんぶん長野県は箱物作って借金増えてます。まあそれも県民の選択なのか何なのか分かんない。今ね47都道府県の県知事で 75% は霞が関の出身者なんですよ。霞が関にだっていい人はいる。でもなんでそういう人を地元が選ぶかって地域主権地方分権って言ったら 75% が霞が関出身が知事なんですよ。都合がいいんですよ。国からのお金をポトポトポトって下ろすピラミッドを、そのピラミッドのルールを破らないから、ノリを超えない、ノリというのは規則の則という、ノリを超えない。でもノリを超えないことがこんな国になっちゃったんです。私は自分のためじゃなくて皆さんのためになる、皆さんが願っていることのためにノリを超えるということこそが今リーダーに問われていると思います。私は別にまあ仮に当選したとしても国政政党大阪維新の会だから新参者だけど、でもぜひ皆さんと一緒に人は捨てたもんじゃないということを7月10日に味わって、味わうだけじゃなくて一緒に変えていきたいと思います。そして皆さんももし1票入れてくだされば、それはふるさと納税をするのと同じで私に対して常に言ってきてください。私がもしブレてると思ったら、私はひるまず屈せず進むつもりはあります。でもそれは自分のための意固地ではなくて、私が皆さんの悲しみや憂いを喜びや希望に変えられれば、それが私の仕事だと思っています。ぜひ話が長くなりました。ぜひチラシは何枚かこの後そっち行きますからお持ちください。東京選挙区に移行して田中康、そうそう言うの忘れた。これねあるね、もうすごい有名な清涼飲料メーカーのいろんな飲み物のデザインをやってる井上さんっていうのが私の知り合いで、ここだけの話、破格の額で作ってくれた。何度もこうレイアウトしたんだけど、最後に彼が夜に来てくれたのがちゃんと参議院議員通常選挙東京選挙区候補者っていうのが入ってるのを、もうそれは私のミスなんだけど、最後まあうちのスタッフが朦朧としてたのか1個前の入ってないやつを送っちゃって印刷屋に印刷しちゃったの。届いて我々も知らなくて50枚くらい、麻布十番が今事務所なんで麻布十番で配って気づいて選管に聞いたら、1枚でも配ったらもうそれを配ったんだから修正はできないって言われて、修正したら選挙違反だって書いてないの。ここに後ろにこの消費っていう小さなシールが貼ってあって、ここに東京都の選管が参議院選挙東京選挙区って書いてあるの。こんなまあざるなことやってます、すみません。なのでぜひこれお友達に当たった時は東京選挙区だってください、都知事選じゃないってくれぐれもお伝えください。え、毎日言われるんだよ。だからさっきも言ったじゃん、まあ、これビデオ撮られてるけど、いい？だからさ、8月にオリンピックやるのを10月に変えるとか言うんだったらいいよ。それもできないでしょ、ピエロじゃん。森喜朗さんが決めたことの後始末全部する係だよ。だけど私はやっぱりオリンピックの大文字はしゃいでる人がいるときに、もっと地に足をつけた東京の福祉医療教育とかそういう改革を、国の制度をもっと変えて行おうと思ってる。そして多分まあ大借金抱えて宴の後で人口減っていくんだから、まあそれはその時私は結局だから、ほら母親が言ったの、あなたは人から使えられる人じゃなくて、知事になった時に2000年に人に使える人になりなさいって言われました。だからその時はその時で皆さんが私をどういうふうにこき使おうかということを判断することでね、
みんな大体ほらなりたい人が立候補するんだけど、まあ、私もそれは 今回ここでテコの連立を使わなきゃ日本が変になっちゃうと思って、で私と言ってることが党の代表も共同代表も同じだからここから立候補してんだけども、まあ、皆さんがぜひ田中康夫をどんどんこう使ってください。まあ、だから今回は違う、だからいいみんなというのがね、田中さん頑張ってください、ヤッシー頑張って、頑張るためには皆さんが私の名前書いてくんなきゃ、私が一人頑張るったってダメなのよ。だからぜひなかなかお話をして大変恐縮でございます。この共同駅前でこんなに最初3人だったのがこんなに集まってくる、私は本当は人は捨てたもんじゃないなって毎回思ってます。ありがたい。この間なんか一昨日なんか昨日か一昨日か一昨日昨日昨日なんてだって高島平で、まあ高島平もおじいちゃんおばあちゃんばっかじゃない、朝の10時半に行ったの、多分人来ないよねって、古めかしいスーパーの前、あっという間にねそこにいた人たちが100人くらい今のような話を聞いてくれたの。だから私は本当にそういうの見るとね、やっぱり皆さんのお役に立つ仕事をしたいなって思います。まあ我が家には妻のめぐみと交際14年で結婚して結婚6年のあと今5歳10ヶ月のロッタ、トイプードルのロッタ、もうおバカなんで、このホームページの中にもロッタの写真館ってのがあるんで、もし犬好きの方がいたら見てください。そんな話してたら延々皆さんがお家帰るのが遅くなんで、そろそろこの辺でやめます。いずれにしても7月10日ぜひ1枚目の投票用紙は田中康夫とお書きください。そして2枚目は比例は維新の会、あるいはひらがなでいいですから維新とお書きいただければと思います。ぜひ皆さんと一緒に微力だけど無力じゃないんだ人間はということを実感して前に進める7月10日にさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。だからぜひ皆さんもが1票入れることが私が頑張れることなんで、よろしくね。